こんにちは、クリッカーなつねこです。トヨタ86とスバル BRZ の磁気型開発が暗所に乗り上げていると一部メディアが報じていましたが、海外社ニュースサイトカーズスコープの調べで開発は順調に進められていることが分かりました。同サイトでは直接トヨタ、スバルへ確認を取った際、開発中止の情報を指示することはできない、磁気型の開発は進められていると語った模様です。確実性の高い情報とみられ、スポーツカーファンにとっては朗報と言えそうです。制作した予想 CG では、左右をつなげたシャープなヘッドライトに両サイドの吸気口は現行の流れを組んだデザインに2本のフィンを取り入れ、ワイルドさを演出。ボンネットからサイド、リアへとつながるラインは大きくえぐり取られたように張り出し感を強調しています。リアフェンダーの筋肉質なラインは新型スープラの要素を取り入れ、 C ピラーのライン下部を跳ね上げ、リアの絞り感を出すことによりスポーティーに仕上げられています。パワートレインに関して断言はできませんが、 1.8 リットル水平対向4気筒ダウンサイジングターボを搭載し、220馬力から240馬力程度まで向上される可能性があります。ワールドプレミアは2から3年以内が最有力で、早ければ2021年にもお目見えするかもしれません。